空気を一変させろバトルカラオケ、あら、ね、え大拍手でカラオケ、えバトルカラオケ、バトルカラオケ説明しましょうか、どういったものか。そうね、はい、もちろんバトルカラオケとは、はい、2人1組で行うカラオケの企画でございます、ね、まず2人で揉めていただきますなんで、なんで、ね、なんでその最中にこう曲が流れますんで、揉め事の空気を一変させるような歌を歌いましてそれまでの流れの綺麗さを競う企画。綺麗、どういうこと、綺麗さ、バトルから歌い出しますから、揉めてて、はい、歌い出してそのスムーズ、その全体の感じ、ね、流れの流れの綺麗さですか、流れ、まあ、全て、あ、いい、分かったなと、どういうことですか、なるほどねみたいな、それがバトルカラオケです。いや、分からないですねそれを見ていただくお二人が審査員でございます審査員、じゃあカラオケ誰かがやってくれるわけですね、やります、今からあの演者が出てきますんで、うん、それをお二人審査していただき、持ち点はそれぞれ50点満点で、おはい、50点内で点数つけて、あ、じゃあこれが点数つける、そうです、そうです、10点満点か、初めての企画だから分かんないね、分かんない本当に分かんないですね、これ、出場者、まず1組目出ますので、はいはい、1組目のバトルカラオケの、方はこれ民謡歌手の竹野瑠璃さんと AD 松本で三角関係という、AD 松本ちょっとね、どういうこと、一組目です、一組目の2人は民謡歌手の竹野瑠璃ちゃんと AD の松本のお二人、なんだから2人女子、2人女性じゃん、2人女性で、うん、どういうこと、じゃあもう一人の彼を奪い合う、内容はちょっと分かりますね、どういった内容で揉めるのか、なるほど、でその後歌入りますね、はあはあ、なんで AD 松本なんですか、出場者がなんかもういないんですかね別にこれまだリハじゃないですよね、なんか第1回目第1回の本番ですよね、第1回目告知されてないのでまだ出場者募ってないですあ、そういうことか、あ、募ってないから、民謡歌手のこの歌うまいですから、はい、そしてうちの AD の松本が、AD 松本、はい、コンビでやります、ね、なるほど、ね、それではよろしいでしょうか、早速いきましょう、一組目のバトルカラオケお願いいたします、すいません、あなたが竹野さんですか、そうですけど、何ですか、私、正和の彼女の松本です、あなた、正和のことそそのかして浮気してますよね、なんでそんなこと、正和から聞いたんです、もうこういうことはやめてください、そそのかしてって、私だって彼のこと本気で好きなんです、彼が教えてくれたんですもう金輪際彼に会うのやめて、そんなのあなたに関係ないでしょ、私が正和の彼女なの、正和だって私のこと本当に好きだって、もう終わりにしてね、これ正和、え、あれ入りましたね、曲に正和のことで揉めてたんですね、AD 松本の方が彼女だったのかな、うん、Love is over 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから、どうした、めちゃめちゃうまいけど、めちゃめちゃうまいよ、うまいけど一つだけ、踊りもうまいけど、うまいですね、あなたのため、あったよね、こういうの流行った時ね、後ろで踊るみたいなね、紅白で見たことあります、若い過ちと紅白のやつの踊りみたいだもんな、時が来るから Love is over 泣くな男だろう、私のことは早く忘れて、私はあんたを忘れてしまい、すごいっすね、え、完璧やん、あんな踊れ、誰に抱かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと、ね、ラブイズオーバーね、思うから
べそば私はあんたの何よこれお守りでいいこれがマトルカラですねそっと心に体柔らかいんだすごいですねラベソバ感情入ってますね最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ はいどうもありがとうございました、ね、えいやいや素晴らしいとも歌もうまいし踊りもうまいんだけどさ、ねえこれがバトルカラオケなんていうことこれ これがバトルカラオケですかコメント欄の方と今俺と同じ気持ちかもしれない、はい、何が始まったんだ言い方わかんない、ね、言い方わかんないですか一応まあそういうことかっていうのは分かりはしました、そうですね、はい取り合って、はいあのはい、彼女じゃない方がちょっとこう、まあ、もうちょっと引くというか、まさかのことを、ね、取り合って、まあ、お別れのね、すげえうまかったですけど、うん、お二人とも歌もダンスもそうなんですまずはあの竹野瑠璃ちゃん、はい、民謡歌手ということだね、はい、プロだよねそうですあの民謡の大会で4回全国大会で優勝をすごい本物の方がホリプロにいるの今ホリプロにねはいそうです歌手女優として歌手女優として演技も良かったですよ演技も上手かったです歌手も女優もやってんだそうですだから演技がいいんだこの場でやる演技じゃないですもんねいや違う もったいないですもったいないですバトルカラオケ映画でやった方がいいねちゃんとしたところでやらないと視聴者俺らってなんだねえで松本も上手いじゃん松本もなんかやってたんですかダンスをはい高校と大学で7年間ダンスをやってたのであだからなんだこういうようななんていうのそうです今なんていうのこれはなんかコンテンポラリーダンスとか、うん、ジャズダンスとかそういうジャンルになります自分で考えたの今のはい勝ったですよ最後ネタがなくて足を伸ばしラベソバ私はあんたの何よこれお守りでいいこれがマトルカラですねそっと心に体柔らかいあらなちょっとあの感情が高ぶってしまう感情が高ぶどういう感情なんですか余裕っていうかね結構練習されたんじゃないですかそうですあんなねえいやもっとチャチーかなと思ったら意外としっかりやってたってそうなんですいやそうですねこの竹野さんはこの作業、はい、何ですか作業療法士っていうあのリハビリの資格を持ってまして、はい都内で働きながら芸能活動も今も働いてるんだね、そうなんです、はいね、歌、女優、作業と三刀流、すごいですね、はいこのお二人でございましたけどもね、いかがでしたか点数の方決まりましたかちょっと、難しいですよそうなん待ってください50点満点ですこのままじゃバトルカラオケの点数つけそうなんでちょっと待ってください誰ねもう点数決めてもらいますからほんで別に10点満点とかでもよくないですかなんでそんな50点満点でさ細かくこう刻んでこないと10だとほらちょっとやっぱね9と8に差があるからね、そうですか、うん、50度でちょっとねちょだいぶレベル高かったと思うけどな正数を取り合ったというそれでは、はい、発表の方お願いいたしますさあ一体何点なんでしょうか何点いやいやダメ何点だダメですよダメですよそれやっちゃうさあ得点は、はい、おっとお喜んでるよ2人分かれ岡戸さん45点三村さん48点なんで喜んであるんですか結構思ってるなんであんなに喜んでるいや基準とかもまだないし高かったのかな93点でございます基準いやいやな何点や思ってたんですか岡戸さん45点ということいやまあまあ初めて見たから、はい、ちょっと基準点というか、まあ、そうね一組目って大体この辺で、ねはい、あとやっぱ松本さんのダンスが良すぎて、うんうん、確かにちょっと竹野さんをもっとこう立ててほしかったんですよあそうかそうかやっぱプロが歌ってちょっと補助的な感じのダンスが良かったのに、うん、ダンスがグイグイ前に来すぎてて確かにちょっと逆じゃないかっていう目がいっちゃったねそっち目がいっちゃったほんでなんかカタ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 音も鳴ってるしなんかねそういう部分がちょっとマイナスポイントというか素晴らしいです、はい、さあ宮本さん48点っていう48点高得点ですけどやっぱりこう2人のやっぱ私はこうバランスが非常に
ん、あんな揉めてたのに、はいはい、あんな和解すんだと。そうね、和解がね、うん、諦めるよみたいな。諦めていく様が潔くて、ああ、よかったよ。私のものになった正和のダンスですよね、はい、なるほど、私のものよと、うん、これはもう本当にロッチのね、うん、更衣室のネタに匹敵するあれも僕は96点ぐらいつけたと思うんです。ありがとうございます。100点満点だと96ですからね、はい、そうですね、ロッチの更衣室のネタと一緒、更衣室のネタと同じぐらいですか、うん、じゃあ次のボクシングの、いやいやいや、次だいぶ落ちる可能性あるってことですけどね好きですけどね私あれ、いやいいやつも、いや、はい、でも、ね、ほんまに一組目にしては歌もダンスもレベル高すぎ、超える人出てくるね、超えられるかね。あとこれよりレベル高いってなかなかないんじゃないですか。結構完成されてましたよ、はい、ね、ということでね、お二人ありがとうございました。ありがとうございました、うん、さあ、続いて二組目のバトルカラオケでございますけども、はい、ザ・マミィ酒井と川辺ほのかで親孝行しない兄、うん、あでもなんか兄弟の設定なんですかね。ね、親孝行しない兄という。マミーの酒井の歌っていうのがちょっとあんま想像つかないですね。そうですね。あのね、コントで歌うコントとかもあるんですけど、おうおうおう、まあ、うまくはないです。なるほど。ない、はい、感じがいいのかな、じゃあ味が出る。まあ気持ちで歌うタイプです、ね。気持ちで歌うタイプ、ね、まあ、どっちが歌うと、あの、あ、まあ確かにね。ほのかちゃんが。そうね。ほのか、もう分かりません、ね。歌の実力も分かんないですね。はいはいはい、そうですね。見て、二組目ですか。はい、行ってみますか、はい、それではお願いします。お兄ちゃん、母の日お母さんに何か送った？別にしてないけどなんで？お母さんかわいそうじゃん。たまには電話かけたり実家に顔出したりしないよ。分かってるよ、うるさいな仕事で忙しいんだよ。あ、すげえ。昔っからお母さんに面倒かけっぱなしなんだから、ちゃんと日頃の感謝伝えなよ。お前妹のくせにいちいちうるせえんだよ。はあ、お兄ちゃん借金してるからって毎月お母さんにお金もらってるんでしょ。あ、俺だってお袋のことはいろいろ考えてるよ。来ますか。お、気持ちが入ってますね。来るのかな。ここ長いですね。少しね、妹も乗ってるんで。ここ長いです。初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと聞きました。母親の喜びようは大変だったと聞きました。ただまっすぐ信じる道を歩んでほしいと願い込めて、悩み抜いた杖にこの名を私につけたと聞きました。我が家はあの頃からやはり裕福な方ではなく、友達のおもちゃ自転車を羨ましがってばかり、少し困ったような顔でごめんねと繰り返しはる。とはりでいつまでも、え、ご自身もくちょっともかけ、いや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 、頑張れ、あなたは私の全てを信じ、全てを積み込んで、あんまね、惜しみもせずに何もかも私の上に注ぎ続けてきたのに、あまよ私はそれでも気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした。シチュエーションはすげえいいんだけどな。お、え、よかったけどな。あ、まだあんの。はい、どうもありがとうございました。ねえ、いやいやいや、酒井のバタバタがさ、もう一回もう一回みたいな、やめようとしましたよ、どっちか、ね、結構佳境まで行ってやめようとしたもう一回って何なんですか。え、曲の中に取り残されたんですよ、なんか追い抜かれて曲に、うん、追いつけなくなった、追いつけなくなった、決めのアンマーのところをちゃんとやりたかったのかな。そうなんです、普段歌ってる曲じゃないの。歌ってるんですけど、歌ってるんやろ。
あのほらいつもなぞってくれるじゃないですかカラオケって あれがないからあなかったんや自分がどこ歌ってか分かんなくなった分かんなくなっちゃって思ったより自分の声がでかくて曲が入ってこなかった帰りが弱いんですよね帰りがないそっかカラオケバトル初めてやしバトルカラオケちょっと待ってうわこれごめんなさいまだ分かりませんよちょっと取り返した方がいいじゃないラップでラップでうんちょっとアンマーのラップなんかラップ好きなんよね、うん、母への思いをラップで母への思いを、うん、ラップって即興でやるんじゃないの、はいはいはいはずっと親不幸だったんだから、はいうん、ちょっと取り返してもいいよはわかりましたじゃあ、うんはい、ラップで母ちゃんに取り返します、うん、母ちゃん母ちゃん俺の名前はザ・マミたかし・さかいよ今日はサマーズ三村はまさかず母ちゃん見ててよ大竹和樹ズキズキする胸のこと母ちゃんの態度思い出すよ母ちゃんのこと大好き大好きこっちが終わらすのかこっちが終わらすのか永遠にやんのこれ、うん、ちょっと待ってみたけど、うん、いやもっとできるんですよもっとできそうできそう繰り返せたんでしょうねもっとできそうな感じはしたごめんなさいちょっとダメ全部がうまくいってないいやいやいいいや分からないですよこれはお笑いさすぐ前に出てくるからねこっちまでさあいいですか点数の方ねいやーこれだってどうしようかな、うん、先ほどね93点ついてますから93点だからこうせるのかお二人50点ずつ持ってますんでねはい、さあいいですか、はい、さあそれでは点数の発表をお願いしますさあ一体何点が出るのかお何点お何点あれお何点なんだろうかお何点それ早いよ。それ早い。得点は？お何点って。あった！23点、30点、合計53点でございます。いやそれ、そらそうでしょ。そらそうよ。いや引くって何よ。オーディションがあったら落ちてるからね。引くって何な？何ですかその23点っていうのは。いやもういや低いあの歌10点。はい。ダンス10点、ラップ3点ラップも加味されたんで、はい、23点一応、はいなるほど、まあ、完成度がねいや完成度どっちも低かったし、ねうん、初めのあの演技はまあまあ良かったですけど、うん、バトル部分良かったですねあの歌入ってからがもうめちゃくちゃやったから練習もしてないやろうし、ですよ、ね、練習してないよね初めのとこだけ練習したんじゃないかなそうあそこだけなあとはもうね、今日初めてやったやつだもんね回してもないし、やっぱそうですねはい確かになるほど、23点1組目がやっぱすごかったのもあり、うん、さあ、皆さん30点ってことね、はい、私もね、あの、うん、バトル部分はすごい良かったんですよ、はいうん、あの、兄弟喧嘩からで、こうあんまってこうここに出たんですよ、これ下手したら泣く物件じゃないか分かりました、私も思いました泣く可能性があったの歌声によっては泣く可能性があったんですけど、うん、乾ききってきたんですよ、ね、あの芝居から泣かせてくれたらこれ50なんではないかと思ういやいや、俺も確かに、ね、間違えてグッときそうな感じがグッときたかったがっかりだよということでね、どうですかお二人このような点になってしまいましたけどいや、マジで低い点はえぐいぜ送る地獄のレクイエムコカド、うん、コガをぶち込むオラホー20です20になっちゃう今後だから目標が定まってきたよ別に2人で歌ってもいいんですかなそうそう泣かせたらもう勝ちだね泣かせたら勝ちで、ね、リハでは泣いてたんですリハではないですリハでは泣いてた泣いてた誰がだみんな絶対泣いてないよいそんなわけないやそんなに急に下手になるわけないそうそうやっぱ本番のこの独特な本番ってやっぱ声のな大きさとか違うからねなんか張っちゃうし張っちゃうんですよ張っちゃうから声でかいんですよね自分がそのお前の声がでかいのよほんぜひねまたチャレンジうわーお願いします お願いします、いや本当に、ね、期
取れた。オーディションからやり直してください。オーディションに受かったら来ていただいて、うん、2時間前から入ってたんですよ何やってたんよ2時間何やってた。ずっと練習してたんですよ。練習してた。本番発揮してないじゃん。そうなんです。何の練習した。ずっと練習してたんです。前半のね芝居だけです。前半の芝居だけ。よかったよかった。芝居だけよ。だってね、僕あのほんまやめてほしいんですけど、なんでか知らんけどね、控え室がねこの2人と一緒やったんですよ。おかしいだろそれ。じゃあ分かっちゃう。いやほんで何が起こるか分からへんけど、なんかちっちゃい声で2人でなんかことことことやりだして、ネタ合わせしだして、あれなんか喧嘩してるみたいになって、おったらあかんのかなと思ったけど、トイレ行きたくもないのにトイレ行ったりとか。じゃあ今分かったんだ。いやそうです。これやったんやって。そうなんですよ。控室分けてほしいよ。それはダメだね。企画分かってないで、それはしんどい。いやほんまですよ。なるほどね、はい、それは申し訳ない。ちょっとね、ちょっとリベンジのチャンスがあれば、はい、オーディションからお願いします、ね、だって惜しいのよ、はい、本当に。じゃあもし機会があればね、また第2回みたいです ね。趣旨がやっと分かりかけました、はいはいはい、分かったところで終了でございます、うん、え今日終了です。2組だけ。2組だけです。いやこういう大会で2組珍しいですよ。普通3はやって、せめて3だね。3なんで2で終わりですか、うん、E のおふざけ、うん、E のでしょ。そうそうそう。最後になんか来んのかなと思って、すごいすごいコンビが。今日一旦2組です。限界です。いやもしやるんでしたら、はい、今度は本場のカラオケ場所に行っても面白いでしょうし。ああなるほど、ね、なるほど、ね、いいです。ステージあるとこあるもんね、はいはいはい、うん、ちょっとやっぱ泣くまで見てみたい、ね、そうですね。なんかあの伸びしろはすごくあると思いますよね。そうか、ちょっとやっぱ音の返りが弱いとかってのはやめたいですもんね。もうほんまにあんなことには、まあ、演者が凝り出したら、はい、これイントロなしでいきなり歌詞から入りたいとか。あ、そうですね、工夫をね。もうちょっとね、ちょっと皆さんガチのアドバイスありがとうございます。いや、やりますよ大丈夫か。せっかくバトルカラオケっていうね、いいタイトルがあるんだから、はい、俺はこれ伸ばしたいよ。いや、とてもいいと思います。いいです。あのもしミュージシャンの方がやってもいいし、俳優の方がやってもいいっていう2種類もあるし、これ見た方、芸人もいいし、これ見た方がね、これ俺ぴったりだよっていう人がいると思う。なるほど、はい、これじゃあ出場者募集ですね、うん、これぜひね、私で出たいという方、はい、いたらこちらまで、ね、連絡いただいて。なるべく芸能の方がいいですね。なるべくそうですね。なるべくあんまり気を使わない方がいいですね。一般の人来ちゃうときはこういうの、はい、いや確かに。もう芸能かじってる方がいいです。かじってる方がちょうどいい方。芸人、ミュージカル、アーティスト、はい、何でもね。そうそう、今日の見てはスタッフさんもあいいんやと思う可能性もあるから。そうですね。それもちょっと違う、はい、まあまあちょっとね、連絡いただければと思います。ということで以上でございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上バトルカラオケでございました。ボードゲーム三村負けたら次回一人ミュージカルやれ。黄色もないぞお前。あボン関係ねえと終わっちゃう。サマーズチャンネル。